こんにちは、孝太郎です。今日はですね、最後にこう歌ってる時に最後にパーッと伸ばしてる時にクレッシェンドをガーッてやってちょっとかっこよくする方法についてお話ししていこうと思います。なんか歌ってて最後にすごい伸ばすあーんってな感じでそのままーんってな感じでこう増やしていくとちょっとかっこいいじゃないですか。で、これって意外に難しいんですけど、これのコツとかですね、その辺についてお話ししていこうかなって思います。で、これを理解するためには、ちょっと結構原理原則みたいなところとかですね、まあ、要は筋肉と呼吸の関係について、ちょっとこう、少し踏み込んで理解しておくと、あ、なるほどねって感じになるので、ちょっとそこをお話ししていこうと思うんですけど、ですね、まずこれ出てくるのはこいつです。これ、子供のおもちゃですね。で、この中には、これに息を吹き入れると音が出るわけですよね。で、この中には声帯と同じやつみたいなのが入ってるわけですよ。そのリードみたいなのが、ね、入ってて、で、こいつがこう息を吹き入れるとブルブルっと震えた音が出てるわけですよね。まあ、声帯と一緒なんですよね、原理的には。で、息の量を増やすと音が変わるんですよね。みたいな感じで息の量を増やすと、音程がまずグワーンって上がるのと、音量が増えるんですよね。というわけで、まず音量を増やすにはその、まず息の量を増やすっていうのが必要ってことは分かりますよね。なんだけど、それとともに音程上がっていっちゃうんですよ。息の量を増やすと音程が上がっていっちゃう。で、これ声帯も一緒で、声帯の張りが、こんなんで、考えたことないかもしれないけど、声帯の張りが同じ。張りの強さが、声帯の張りの強さは同じなところに、息の量だけ増やすと、音程と音量って上がるんですよ。同じにして、あーってな、あーって同じで、あー、あーってのから、息の量を、あーみたいな感じでやると、息の量が増やすと、音量と音程が上がるんですよね。今、ちょっとずり上がったじゃないですか。そんな感じ。で、上がっちゃうんですよね。うん。これと全く同じなんですよね。だけど、実際はその、音程が変わらないで、こう、クレッシェンドしていきたいわけじゃないですか。だから、まあ、大きくなりたいわけじゃないですか。ってことは、なんかちょっと細工しないといけないんですよね。まあ、できる人はね、そんなの、何にも考えない人もやってるわけですよね。というわけでですね、まあ、こいつから、息の量を増やすと、声帯の張りが一緒だったら、息の量を増やせば、まず音量は上がる。で、音程も上がっていっちゃうから、これをこう保ちたい。保たなきゃいけないわけですよね。じゃあ、それどうするのっていう話なんですけど、まずですね、息の量を増やしたい。で、声帯の張りをね、こう今度調節する必要が出てくるわけですよ。で、声帯の張りなんですけど、これ分かりやすいのは唇ですね。みたいな感じでやったときに、今度、息の量は一定にするんですよね。みたいな感じで、まあ、一定の息の量をこうスーッと出すとしますよね。で、その時に唇のっていうやつを、唇の、なんていうのかな、こう緊張度っていうのかな、これを少し緩めていくとどうなるかって感じなんですけど、みたいな感じで息の量が同じで、同じなんだけど唇の緊張度が下げていく、まあ、いわゆる脱力していくと音程が下がるんですよね。はい、ここまで答え出たら分かりますですか。つまりですね、声帯は脱力しながら息の量を増やすと音程が保ったまんまクレッシェンドができるっていうお話なんですよね。なんじゃそれって感じなんだけど、まあ、そんな感じですね。だからあーってたまーってやってる時になんでこれ難しいのかなってよくありがちなのは、あーってこうなんか喉が痛くなってくるパターンですよね。これはじゃなくて、ちゃんとこうなんか、まあ、要は腹から声出してみたいな感じでクレッシェンドしていくのが意外に難しいなっていうのは、なんでかって言ったら、声帯の
息をこう息の量を増やしながら声帯を脱力するってことはできないからなんですよね。だから声帯の脱力するっていうのができるようになれば、この技は結構簡単に習得できるんですよ。で、じゃあどうやって声帯脱力するのって言ったら、まず一回完全脱力するっていうのを覚える必要があるんですよね。で、まあ、これメルマガとかでこう結構しつこくやってるのがため息ですね。はあ、はあ、このため息をどうやってつくのか、はあとか、はあとか、おおとか、こういうんじゃなくて、はあ、まあ、こういう、こう本当に抜けた感じ、最小限の力で、はあってこう抜けたような感じにしていく、これをマスターすると、声帯のこの脱力した状態で声を出すっていうのが身についてくるんですよね。で、これを応用していくと、あーのままーってこう増やしていくときに、声帯は実はですね、だんだん楽にしていくんですよね。楽にしていき、脱力していきながら、息の量を増やすってやると、音程が同じ状態で音量が増やせるっていう状況なんですよね。というわけで、まあ、これすごい、原理原則だし、言われていきなりできるかって言われたら、って感じだと思うんですけど、やり方分かってるとですね、あ、そうやってやってんだっていうのが分かるとできるようになる人も多いですね。で、何も考えなくてもできてる人は、そんなことでは悩みません。悩まないですね。私は悩みましたけど。で、喉がきつくなる、なんでだみたいな感じでね。だから、まあ、最終的にはですね、そういうのができるようになるんですけど、最初の一歩としては、やっぱり脱力する。完全に、ああ、もう抜いちゃえ、みたいな感じで、あ、力入れなくても声出るんだなっていう感じですね。これをマスターするっていうのが、むちゃくちゃ大事なんですよね。で、これについては、もう本当、方法論だったりとか、練習法っていうのはあるんですけど、まあ、それはメルマガの方でやってるので、見てもらえたらいいかなと、まあ、登録してもらったりとかすれば、結構しつこくですね、それを学ぶことはできます。で、誰でもできます、これ、本当に。なんで、ちょっとこうきつくなっちゃうとかですね、喉がきつくなるとか、硬くなって、キンキンした声になって、嫌だなみたいなね、感じを、どうやって解決していいんだろうと思ってる人って結構多いと思うんですけど、それは必ず改善はできるんですよね。もっと楽に歌えるし、もっと楽に自由に、歌ったり声出したりとか。そういうことは全然できるようになってきて、喉の可能性っていうのはどんどん開いていけると思うんで、それはぜひ、ね、追求してもらえたら、もっと楽しく歌えるようになってくると思うんで、もうね、もともと好きでやってきた歌とかね、そういうのを自分のこう、なんていうかな、ワクワクみたいなので歌っていけるのは、本当に幸せなんですよね。で、こういうのをやっていってほしいなぁなんて思って、まあ、こういう動画を撮ってるわけですけど、まあ、ため息の練習とか、そういうのをやってみてください。というわけで、今回はですね、カラオケのね、見せ場とかでもこれできたらかっこいいですよね。ブワーンみたいな感じでね、できるとかっこいいと思うんで、まあ、こういうのもマスターしていけるようなための予備知識ですね、についてお話しさせていただきました。というわけで、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。